納豆、納豆、パイナップル。最悪だ。超ついてない。えー、マジか。キムチ。うわー、こちら無能指令のキムチいいピーナッポーです。ピーナッポー、まず臭いです。臭いね。やば、鳥肌が止まんない。そのまんまなんですね。そうやな。あ、まずい、まずいよ。これまずいわ。ミーテン。はい、それでは今度は私キックマーク2の番です。では行きましょう。いやー、どうなることやら。帰れ帰れ。よし、帰れ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 。ガチャやるぞ。なんか変なの来て、なんか変なの。あ、卵。帰れ帰れ。どういう音程だよ。次、卵にん？フランスパン。フランスパンと卵。フランスパン。おお。そしてもう一個ぐらい引いとくか。なんだこれ。レンコン。ああ、まあ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 悪くないでしょう。フランスパン、卵、レンコンで早速調理していきたいと思います。次から早くしろ。いや、材料ないんだ。そうだな、これだとあと何か足されること前提で考えないといけないな。まずレンコンを。いいから早く引け。何、もう引けって。いや、ちょっとちょっと時間を置いた方がいいでしょう。じゃあまずこの。いいから早く引け。まずこの切れ味の悪い包丁でレンコンを切る。お前のギャグの方が切れ味。ひでえひでえ。それはひどいわ、お前。よし、これで、だから、それはひどい。それひどい。ここにちょうどこうチャウダー用スープがあるから、これを使っていくといいんじゃないかな。あ、これ卑怯だぞ。とりあえずこいつを使ってみよう。使ったら卑怯ちゃう？な、な、確かに。みんな使ってないのに。これはうまいぞ。きっと。これうまいぞ。そしてこいつを火にかける。あれ卑怯じゃん。あれ卑怯だな。これはもう材料としてあってる。ありえない。あれに頼るって全部。あれ負けなくて。あれが美味しいの。な、なんであそこなんだろう。これは使わないでいく。使わないで。独自の独自のソースを作っていきます。かわいそう、かわいそう、かわいそう。ここにあるから使っていいだろ。普通に考えて。ちょっと待って、これマジで材料もう一個引くわ。よし、これ次第だな、勝負が。あ、これ赤髪だ。ピローン。やったじゃん。赤髪ってなんだっけ。赤髪。それクラムチャウダー。じゃあこれでチャウダー。かわいそう。これはもういいでしょ、さすがに。あそこにあったのよ。いや、でも勝負見えたよ、みんな。あれで赤髪商品だよ。かわいそう。こいつ自体が間違いなくいい感じにうまいんで。で、レンコンはちょっと炒めよう。そうなると、でもパンをどう使うか。
そうだね、うん、付け合わせ的な、うん、付け合わせとかなってそれはないでしょ、ちょっとそれはお気に入ってるよ。やっぱレンコンはうまいからな。よし、こいつレンコンの穴はなんで開いてんの。よし無視だ。それでまずレンコンを炒めていく。レンコンの穴ってなんで開いてんの。次に無視だ。コーンも入れないとね。やっぱちょっと苦手。無視するの。やっぱコーンはうまいからね。熱い。無視しないでよ。やっぱね、コーンみんな大好きだもんね。レンコンの穴ってなんで開いてるんですかね。何かを入れるためだと思います。ありがとうございます。レンコンの穴ってなんで開いてるの。ちゃんと答えてよ。すごいな。開いちゃったんだろう、なんか誰かが通って。レンコン以外の話してよ。レンコンが呼吸するために開いてるんだ。穴を通して酸素を取り込んでるって。レンコンの穴はもともと水分が入っていて、でだからそこの水分を貯めることによって水がなくなった時もすくすく育つということらしいです。はい、ありがとうございました。騙されてる、騙されてる、騙されてる。あと何か質問ないの。その腕についてるレンコンも入れていいよ。いつ言うのかなと思ってた。できる限りそういうのを早く言ってほしかった。マヨネーズ、これでちょっと深みを出します。この元々の味はどうか知らんけど。なんか興奮してるやつ。今非常に興奮してるやついたけど、どういうこと。このバジルソースをふんだんに使っていく。これ多分うまいのと、あと色味が変わって面白い説ある。全然変わんない。なんか俺の時全然来ないんだけど、誰も。色全然変わってないよ。もうちょっとなんかこうガンガン来てほしいな。お前の頭もレンコンみたいにスカッとだな。いちいち辛辣なんだ。これ入れちゃう。お気に入ってんな。ダメだな、もうちょっとなんかある。全然色も変わんねえ。色も変わって面白いことになるんですけど、全然色も変わんねえから。もうガチ引いてほしい、早く。日常会話を俺の方に流す。しょうがないな。ガチャやるか、そしたら。お気に入ってるつもりないんだけど、なんかそうなっちゃうんだよな。割と平和的な食材が多いから。味噌入れろ、味噌。あ、セロリ。あ、セロリね。セロリね。別に、まあ、あってもいいかなぐらいの。助っ人とテレフォンもあるからね。じゃあテレフォン。プルルプルルプル。はい、お悩み相談センターです。あ、どうもこんにちは。どうもこんにちは。最近ちょっとエアコンの調子悪いんですけど、どうしたらいいですかね。エアコンですか。なんかないの。どうも、お電話変わりました。唐突に変わるじゃん。どうもこんにちは。
会話ないんだどうもこんにちはどうもこんにちはセロリください余熱じゃなくてもいきなりやりたい。助っ人もいけるよ。助っ人お願いします。力もいける。味噌入れてこいお前の得意技だな。助っ人に来るんだ。とんでもない状況に来る助っ人って一体誰なんだあ、どうもいや、味噌まこれでだいぶ濃くなったな。味噌入れられて、まあ、でも割とね、味噌ってやっぱ悪くねえなと思う。セロリ使わねえからな、普段。どう、助っ人さんもう悪いかよめっちゃなんか俺のターン、みんななんかあれじゃない次すごい薄いっていうか。よし、ちょっと助っ人来たバラバラに来るやつね分かった全員味噌入れてくんだろいや味噌つきすぎるだろこいつら。入れてってる間もなんか話せよなんで無言なんだ。無言でさあセロリをぶち込む何熱かったどう、いい感じ。いい感じ。タイムで喋るだと思った、ね、今この後が楽しみだな。次どうせ栄養を食うんでしょ。でどこかしらに味噌を投入してくる。じゃあ行ってくるかな。そのパターン。そうだね。だと思った。そう言うと違うやつ来るんだよな。また足の濃いもの。足の濃いもの。やるわ。割と濃いぞ。結構入れるね。もうだってこれ絶対完成してる味なのにどんどん足すじゃん。ウェイバーは割とだな。いや、水足さんってやばい。そうだね。できれば牛乳なんだけどないし。これ絶対味濃いって。あとマヨネーズ気持ち悪いわ。これ入れたの、入れなきゃよかった。やばいね、和洋折衷これ味気になるわ。味噌も入っちゃってるし。あいつオーブンかけろや時間だけ設定して放置するんじゃねえ。で卵どうやって入れようかな。俺のターンの時みんな黙りすぎじゃないハマってほしいんだけど。寂しいのかい。寂しい。そうかい会話続かねみんなキックンの料理を楽しみにしてるよ。ありがとう。でももうちょっと話しかけて楽しみにしちゃっていいかな。何で入れよっかな。スクランブルで入れてみる。違うな。ガチャタイム。ああ、100円落ちてた。ガチャしよう。あ、あれとんでもない。何だろうな。何出る？何出る？ハム。いや、引き直せ。これは引き直しだわ。ああ。なんだろうな。どうせならちょっと、ね、頑張ってほしいな。お、なんだ。お、致命的だ。あ、いいんじゃない。ええよ。もう一回、もう一回。ワンモア。ワンモアでいこう。欲しがるね。
と。そろそろいいの出して。あ、バナナバナナ来ましたよ。バナナ来たか。やった、引いた。バナナはやばいね。これは引いたな。バナナ行きましょう。バナナ、バナナですか。持ってくるんで。匂い自体は悪くない。味濃い気がするんだよな。ドンキー来た。ドンキーさん、これバナナどう活用したらいいですかね。いや、あいつらシュール系で来たわ。バナナ、焼きバナナでいいんじゃない。ドゥルドゥドゥドゥルドゥドゥドゥルドゥ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 。焼きバナナ、多分時間かかるからもういいや、フライパンでやるわ。ネーバーエンディングストーリー。もう BGM かかってきた。ウォ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 ストーリー。ありがてえ。ここで BGM ありがたい。もう適当すぎるだろ。フィッシュンのファーちょっと繋がるんだ。フィッシュンやばい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 。私もバナナを焼いちゃう。すごいね、あと未だにここまで作って特に料理がなんか、そうだ、ね、バナナうまい。全貌が見えてこない。卵もまだ使ってないし。何作ろうとしてるの。でクレイジーソルト、クレイジーにノーマルに入れていく。誰にも突っ込んでもらえない。焼きバナナはマジでうまいからな。こいつらを飾り、ここに卵ですよ。おいしい。バナナにかける。クランブル気味にして、しかもこのバナナ汁を利用した感じで。ねえ、まだ。まあまあまあ、ちょっと待っとけ。わかるわかる。わかるわかる。なんだあいつ、ブレックファストでも作る気か。オッケーオッケーオッケー。もう完成するからな、お前ら。このスープどうすんの。早く。え、朝食。朝食かどうかはちょっとわからんけど。あいつだけなんか、あとフルコースみたいな感じ。あれどうせ別々に出すの全部。まあそうだね。もうそれってガチャする意味ある。味噌、味噌が。よし。おもむろに乗っかってでしょ。味噌が。いやそうでしょだって。味どんなんなってるか。なんか気持ち悪いけど。よし完成。さあというわけで、はい、キックンさん、まずは料理名をお願いできますか。トロピカルファンタジー3。なるほど、トロピカルファンタジー来ちゃった。はい、なんか思ってたよりずっとまずそうだな。だからうんこついてる。いや、それうんこつけたのこいつ。ちょっと食べてみましょうか。じゃあ気になるっちゃ気になるかな。あとこんなのは焼いただけじゃん、こんなの。ほら言われてるぞ。いや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 、違うんですよ。卵ってなんか味付けしたっけ。いや、バナナ汁で焼いたんだ。バナナの甘みでなんとか。
途中の俺の食材のあの普通さやばかった。そうね。ただ肉とかそれ系は何も出なかったんだ。そうだね。だってこの卵がもう食う意味ねえだろ。まあね。ほぼ卵だぞ。食う意味ないまで言われちゃう。試食する意味はない。ちゃんとこう一緒に召し上がってもらいたい。じゃあちょっといただきますか。まずこのスープからいただいてみようかな。いただきます。うわ。あやばい。あ無理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 。無理無理。無理無理。しょっぱ。しょっぱ。史上最高にしょっぱい。信じはこんなもん。しょっぱ。これはしょっぱい。でもあえて。そうだね。卵とか味付けてないんで。卵とかすげえよ。この後に食ったら、うん、ちょうどいい感じ。卵何にもしないから。何にもしない。でもね、まだ食パンに味噌つけて焼いただけの物体の方が食える。いやそれはそのまんま言ったらそうでしょ。うまいな。案外。ちょっとやっぱしょっぱいな。味噌もうちょい少ない。ずるい。もう無理。これでも足したんだよ、お湯。まあね。いや無理だよ、だってウェイパー死ぬのがいいさま、うん、味噌入ってウェイパー入ったらあれとどめだった。やばいね、しょっぺー、これ食えねー、これ体壊すやつだわなあ、これおっさんだったらこれ殺せるね、うん、セロリだけ食っても全然しょっぱい、うんうん、バナードバナードうまい、マジ、うん、うん、バナナうまい、バナナ最高にうまい焼きバナナうまいから、なんだろうこのギャンブル感な料理はパンにつけて、あまあそうだね、そうだね、それでもしょっぱいだ、いやでもパンにも味噌ついてんじゃん、 それ自体もしょっぱいんだよねいや無理だ、もうどうしようもない。さあというわけで、はい、キックンさん、これお名前何でしたっけ。トロピカルファンタジー3 ちょっとトロピカルファンタジー3でな3部作目で劣化したんじゃないですか、これやりたいことがやっぱ多すぎて劣化したパターンだよ、これね。これやばいわ。これどうですか、じゃあいきますよ、はい、点数の方お願いします、はい、いっせーので、1 なんぼ2 3 1 1。いやあのね、あれなんですよ、まださっきの、うん、あのアロマのやつは、うん、まずかったけど、うん、あの食い切れはしたけど、うん、これは無理、食えない、これ食えない食えないです、しょっぱすぎる、スープはしょっぱいな、これはやばいで、これやばい、うん、確かにこれスープがなければこれだけだったら、うん、まあ2点ぐらい上げてもいいかなぐらい、それだとただのあれだいや分かんなかった、でもここまで、まあ分かんないよな、しょっぺ、逆にそう言いつつすげえ平凡なのがウケる、確かに俺毎回こうなんだよなマジだって、卵に至ったらただ焼いただけださあというわけで、ガチャラリーの方をお送りしましたけども、うんうん、まあ今回最下位だったキックンさん、はい、即興4コマ罰ゲーム、はい、こちらの方からね、1枚ずつアロマが絵を出しますんで、うん、それを見て、うん、あのセリフを付け加えて見事面白い4コマ漫画にしてください。わかりました、よろしいですね、はい、じゃあ行きますよ、ではスタート。うおー、僕、幼稚園児です。のお天気だよ。でも、次の日、朝起きたら目飛び出てたから。そしたら次の日、なんか、化け物みたいになってた。どうしよう。うんこまーん。カン。カン。うんこまん。勢いはあったね。そうですね。はい、というわけで、まあガチャよりはやっぱりですね、やっぱガチャガチャの内容にだいぶ左右されますね。そうだね
やっぱ助っ人が強烈すぎたね。助っ人次第だね。助っ人がやっぱりね、あの、うん、プラス方向に行くかマイナス方向に行くかですから。味噌天使が味噌がうまくいく場合と最悪な結果をもたらす場合、そうそうそうね、うん、やっぱそういうパターンがありますので皆さんもぜひ、やってみてはいかがでしょうか、うん。皆さん、MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。痛い、MSS プロジェクトはですね、YouTube そして、ニコニコ動画にチャンネルを持ってますね。ぜひご登録の方よろしくお願いします。登録ボタンの方はこちらとか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 、あとは概要欄に URL が載っていますのでぜひご登録の方お願いします。